どうぞ。はい、お疲れ様です、インターネット報道メディア独自編の浜本です。よろしくお願いします。7月3日に防衛省は、事務次官および統合幕僚長を議長とする統合作戦司令部創設会議などを設置し、統合作戦司令部の年末までの創設に向けた調整をすると公表されました。統合作戦司令部は、統合幕僚長に代わって、総理大臣、防衛大臣と米軍との調整をし、自衛隊を指揮すると位置づけられています。統合作戦司令部の設置によって、指揮権が米軍に移り、自衛隊が米軍の指揮下に編入され、自衛隊が米軍の利益のために都合よく利用されてしまうのではないかと懸念しますが、大臣のご見解を、ご教示ください。よろしくお願いします。はい。米側のカウンターパートを含みます、日米の調整要領の詳細につきましては、統合作戦司令部の任務や役割を踏まえ、米側と現在議論を進めているところでございまして、それで予断を持ってお答えするということはまだ差し控えます。その上で、国会でもこれは先の国会、たくさんのご質問をいただいたところですが、自衛隊による全ての活動というものは米軍との共同対処というのも含めまして、我が国の主体的な判断のもとで、日本国憲法やまた国内法令等に従って行われるということになっております。自衛隊および米軍は、各々が独立した指揮系統に従って行動することとしておりまして、この点は日米ガイドラインにも明記されているところであります。そしてそういったことは日米で認識を共有しているということであります。このために、今ご質問いただいたような、例えば米側の指揮官が統合作戦司令官を指揮するといった、そういったことにはならないということは申し上げています。海上自衛隊での、特定秘密の漏洩に関して、酒井亮海上幕僚長が辞任の意向を固めたと報じられています。自衛隊内の規律意識を高めるという意味合いがあるのだと思いますが、このタイミングで再編改組前の旧トップである海上幕僚長が辞任するということは、新たなトップが米国に都合の良い、米軍に対してイエスマン的な人事で固められ、指揮系統上命令の地位がなくなる幕僚長陣が、自衛隊、日本の国益を守るためのカウンターウェイトとしての機能を弱めていくことにはならないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。海上幕僚長の辞任の意向というのは報道で、承知しておりますが、これはまさに、人事の関する事項ですので、お答えは私からは